こんばんは、大野美希夫です。さて今週はですね、先週も言いましたが、最後の終盤日誌ということで、今週は9月30日の解散間近に控えている私たち一人一人の思い出を皆さんに聞いてもらうということで、終盤日誌をお送りしたいと思います。それでですね、終盤日誌といえば、一人喋りですよね。初めてこの番組で一人喋りをやるようになって、で今毎回自分でこういう喋ることとかもね決めていろいろやってきたわけなんですけど、なんといっても喋るの苦手なんで、もう喋ることはとっちらかっちゃうし、もうそれがもうすっかりだから抜けちゃったり、喋りたいこととかもすっかり忘れちゃったりとかするから、もう喋れなくなっちゃって。昔なんですけど、3年くらい前に憧れのね女性についてって、工藤静香さんが好きで、この人はこうでこうでこういうとこが憧れててっていう話をしようと思ってね、もうきっちり打ち合わせをしたのに、喋ってる最中にもう何言ってるか全然わかんなくなっちゃって、またいきなりね喋れないとかって泣き始めて、で初めて個々のスタッフについた女の、ライターの女の人なんですけど、その人にもいきなりびっくりされちゃって、私はとにかく人の前で泣いて悪い印象を与えまくってて、もう散々な目にあったというか、散々な目にさせてしまったというか、そういうこともあったんですけど、4年半ですか、約4年半、個々としてこういうふうに一人喋りとかをやってきて、今日は最後ということで、バッチリ決められたら決めようと思うので、ぜひ最後まで聞いてください。この番組は大宝薬品がお送りします。はい、というわけで改めましてこんばんは、大野美希夫です。もう残すところ1週間、今週入れて2週間ですか。それでもう個々としては活動がなくなってしまう、とても寂しいことなんですけど、今日はね、これから一人一人になっていく上で、自分でこれからやりたいこととか、それのことについてお話ししたいと思います。そうですね、一人一人になって、なんせ一番年下でっていうのは全然理由にはならないんですけど、何しろね見かけ倒しでとても頼りないやつで、気持ちも弱いんで、なんかやるたんびにねいつも泣き出してしまって、みんなにねすごい迷惑かけてしまってね、この番組でも本当に、さっきも言ったんですけど、終盤日誌をやるなら泣くし、もう何が何だか分からなくなっちゃって、みんなにとにかく泣いてしまうという、姿をねしょっちゅう見せてたんですよ。でもね、これから一人になってって、そんなね頼りないことしてるわけにもいかないし、自分なりにはもっと本当に前向きに、何せ物事すごく悲観的に考えちゃうから、なんか一つ悪い方向に向かったりとかすると、ああ私はもうダメなんだなっていう気持ちがすごく大きくなっちゃって泣いちゃうっていうか、最終的に泣いちゃうみたいな、何もね物事が進まないみたいな感じになってしまうので、やっぱりね今後の目標としては、何よりもやっぱり気持ちをもうちょっと強く持っていかなきゃいけないなっていうのはすごく自分の中で持ってます。そうですね、何事に対してももっと一人になって強くなっていかなくちゃいけないんでね、もう前みたいにはみんなにやっぱり支えてもらって、美希夫ちゃんが泣いちゃったから、じゃあ私たちがこういうふうに言ってあげるよとかやってあげるよっていうことは全てなくなってしまうんでね、そういうところはしっかりとしていきたいなと思います。あとはですね、仕事の面では今まですごく歌をね中心に個々として活動してきたわけなんですけど、今後はやっぱり今までやったことないようなことで、そうですね、お芝居とかってドラマとかもね全て、そういうことに関しては全然手をつけてないというか、やったことがないので、できれば、そういう仕事も徐々に自分ではやっていきたいなと思ってます。歌もねずっとやってきたんで、今すぐにやめろって言われるのはすごく自分にとっては辛いことで、やっぱりみんなの前でライブというか、学園祭とかね、イベントとか何でもいいんで、やっぱりみんなの前で歌うっていうことを徐々にまたしていきたいなと自分では密かに思っているんですけど、それはねそういう徐々にというか勉強していきつつ頑張っていきたいと思います。はい、最後にですね、今日は私が個々の曲の中で、たくさんあるんですけど、一番思い出になっている曲を聴いてほしいと思います。
これはですね、夢だけ見てるなんですけど、もう何せ高い音が出ない私なんで、結構最後の方めげちゃって、でだいぶね歌も歌えるように自信がついたんだけど、1回歌って2回歌ってって回を重ねるごとに声が出なくなっちゃったっていう思い出があって、すごく印象的なんで、この曲を聴いてもらいたいと思います。夢だけ見てるです。というわけで、今日は大野美樹の終盤日誌ということでやってきましたが、まあ、今後、まあ、いろんな面で、まあ、気持ちを大きく持って頑張っていきたいと思うので、どうぞ皆さんこれからも4人そして、1人の大野もどうぞよろしくお願いします。本当にね、9月30日まであと少しですけど、残り少ない時間を皆さんと大切にね過ごそうと思っています。そして私たち個々の最後のイベント、9月30日に、まあ、銀河スタジオで行うんですけど、個々の卒業パーティーでリスナーの皆さんと大切な時間を過ごしたいなと思っているので、必ず、まあ、残念ながら来れないという人も必ずね9月30日は聞いてくださいね。それではまた明日、バイバーイ。明日はエリちゃんの終盤です。ピンクワンダーランド、ここ一番。